本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小龍斎です。本日はアニマイエール第5話を視聴してリアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5なんか風邪ひいてたと思ったけど、割とすぐ治ったなまだちょっと声変かもしれないですけどね。 早速パーティーですかうんこれまあいいけど <laughs> まあこての加入はね嬉しいですよねこて <laughs> <laughs> ああそうなんだバッサリったね ちゃんはないやまあ名前そもそも名前がっていうのもあるけどこてっちゃんっていうニックネームのつけ方ね <laughs> このセンスなんだなんでこてっちゃんをそんな押したいんですかねまあ特に理由ないのかもしれないですけど いやーでもねー、うん、今季、まあもう5話まで来ましたから、だいたい他のもね、中盤に差し掛かり、どれ、どれが好きか、大体決まってきますけど、やっぱアニマエールが頭一つ抜けてんな馬バシンで言うと、6、7バシン話して一番好きだなー で続いてそうね吸血鬼さんとウザメイドが並んでるかなっていう感じうんでそれを追うグリッドマンとリリースター・スパイスって感じこの虎鉄の声優さんね前回がっつり出てきたんで一応どんな人か調べたんですけどすっごい若くてね でこれまでの役もそんなに多くはないですねなんかね若くて初々しい感じの声だなぁと思ったんですけどまあ、まさに印象通りのかなりの若手とでも割とさっきちらっと言ってましたけど虎徹はうん あうん、だからなんでこてっちゃんをそんな押したいのこの人もうトラちゃんでいいんじゃないのあ <laughs> 終わった話終わった <laughs> 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 戸惑ってんじゃん説明しようぜ文脈をさでもこれ あだ名じゃないけど、各動物にちなんでるっていうのを自覚あるんですね。少なくとも小羽は、前回のね、メンバー紹介で、戦隊ものかみたいな。自分たちの名前が動物にちなんでるって自覚あるって意外でしたね。<laughs> またえとる。普通こういうのってね、メタ的要素だし、本人たちは自覚してないパターンの方が多いんですけど、 うん歓迎の地やああねえほんと別人だよなあこれまた違う歌じゃん。 KOT うんあまた喉やばいななんですかまさか下からピアノ企画せんじゃないだろうね <laughs> マジだった <laughs> それで音楽室にみんな呼べばよかったんじゃないこれが幽霊と勘違いされてねであの幽霊だったら幽霊もまた部 <laughs> 員にするとか言われてましたけどまあだったらそれだったらリアルリアル幽霊部員だったこってつんですけど。 まあ取り入れたのはひづめだもんねポンポン作りの中にストレッチをうんうーん <coughs> 大丈夫ですこの人らもやったことないですから <laughs> なんだよ <laughs> 前回よくあれで間に合いましたよね。ああ、んじゃん。一瞬じゃん。ソーイングマシーンあったら。<laughs> いや、それはね、明かりを捨ててろうそくまで使おうとしてたあなたの方がおかしいんだって。あなたたちの方が。スケゾン。あら、スケさんのダジャレなのかね、スケゾンってのは。 あと、小鉄ってたまに出てくるけど、あの、牙あるんですよね。やっぱそこは虎なんだな。ひづめ呼びで行くのも、ひづめちゃんとかじゃないんだ。<laughs> まあ、いいかもね。はい。 カナはどうすんすんかね向こうから来るのを待つしかないのかなひづは知ってるもんね顔さえ合わしたらあーってなんじゃないうんええこうやってやんの 柔軟性ちなみに私ね背中で手を組めるんですよ結構いるそんな人あと背中で合掌できるんですよこれもあんまできないらしいんですよね私子供の頃からやってるんであんまりどのぐらい珍しいのかわかんないけど 運動得意なの何 <laughs> <laughs> まあ運動自体のね先輩だったらいろんなことにつぶしが利くでしょうからうわい詰メすげえな ちゃんとこうやって誰がどのぐらいできるかも描写されるんだなうん、さすがだないや、膝曲がってますけど。90度からちょっと進歩したんですかうん。スターティングポジションから 帰るのに何の応援が必要なんすか <laughs> なあほんとだよ。<laughs> ご安全にとかじゃないのおあやっぱなうん。あーうーん。はあほおーやばいちょっとうん。面白いけど覚えきれないかも。 うーん、へえちゃんちゃんとこうやってやるんだしっかりしてんな本当にうんうんうん、なるほどハイブイ、ロー VT ハーフティー。 だがクラ,スプクラップうん <laughs> ひずめはあんなねもうまあ勉強もできるんだけど 笑顔は20話で,ですからね。何 <laughs> <laughs> じゃそのへっぴり腰。ひずめはなんで始めようと思ったんだろう。自分に才能があるって気づいたというか、自分に適性があるって確信したのはいつなんだろうな。うん。だがって探検のだが ああ、で、構えるんだっけ、携帯があって。逆手で。うん。そういえば、謎だな。うん。 <laughs> あんなね普段とは別になるぐらい切り替わる笑顔とかねうんひずめの過去のね歴史があのトラウマ事件で止まってますからね知ってるところまでで思い出すとそれ以前だよな。 とりあえずだいぶしっかり溶げ込めててよかったなうん秋ねさんずっと一緒にいんなあでねこの前回だったかであの恋愛相談のこんちゃんとかうきが呼んだような気がしてそう思ったんですけど全然れんこんなんて呼んでなくて伝言 言ってたんすね完全な聞き間違いだったなうん体に染み込んでるねそんなのねえよあできた早かったなまあそりゃそうかミシンなんだもんうん <laughs> いろんなことが恥ずかしい人だね <laughs> 本当だ変わってるわ何うん <laughs> ねえと思うんだよなでも違うね小羽とおひづめ もうひずめでいくんだ <laughs>、うん、ちょっとお兄さんとあんまりもうあ口きかないほうがいいんじゃないやっぱオリビアのお兄さんは思い出そうあまた早、はいね早速だねやっぱこないだのさバスケ先輩たちの応援で名前が響いたんじゃない あれ絶対いい子を買ったよな。宣伝というかプロモーションというかさ。最初のちゃんとした応援であんだけしっかりできて、まあ途中ちょっとトラブルもありましたけどえ、え違うの人手の応援それでね、試合結果にも、ご利益。 試合結果にもいい影響あったしなあーでも今のところ <laughs> 確かに下手に今まで好成績を叩き出してるからないつね何でしょううん はあ <laughs> はあいよいよチアリーディング関係ねえな。<laughs> これは、これはとうとう関係ないぞ。はい。あら、いいっすね。 さすがですね何でもなんでなぜこてっちゃん呼びをカタカナに検事するんだうん全部美味しいじゃないのこの人の。 やっぱりうん髪の毛高校風 <laughs> 全部美味しいじゃねえかや,やっぱり <laughs> はいうんマ <laughs> チュアリーダーとしてはいいんじゃないですかいい習慣が身についてどう思う だいぶ出たよな <laughs> ハトだからバナナだおーお,ーおーさすがいや <laughs> まあ猿もバナナ好きだからおおなるほどじゃあこてつは 肉じゃないのおおはい <laughs> お<ー> <laughs> いやそこはね持ち前の強さで言ってほしかったんじゃないですか。 ヒズメはそれこそあれかな緑黄色野菜の葉物系かななんだようんうん <laughs> 鳥頭ね <laughs> やっぱこういうねあの動物ネタもね知ってる人と知ってない人だとね楽しみ方違うからうんこの辺はなんとかスターってほしいところですねまあ大体の人はもう知ってるかなコメントとかでもされてるしねリアクターさんとか見てる人のコメントとか見てると。 またその心配ありえねえから大丈夫だってうん鉄壁のベースね知ってるひいずめはしょっちゅうそんな心配してんなまあそれが それだけあのトラウマが強烈だったってことかなうん別にいいんじゃねい今まで散々食べたし、はあ、うんおおほはあ、なるほどねバスケ先輩 それでおもてなしをしてあげてくれってことか <laughs> 一日何百回やいいのよまあすごく寡黙な人かもしんないけどありがたい話だな まあでもうんそういうことなんですよ当たってんですよこれちょっと馬娘思い出したんねバスケ先輩ってね公式サイト見てびっくりしたけど公式でもバスケ先輩っていう名前なんですね名前ないんか前回で出るかと思ったら <laughs> だからこれ別にね、あのー、小羽にツッコミできないんですよね。バスケ先輩じゃねえだろう、みたいなね。<laughs> 別にそこ隠さなくてもいいんじゃないお礼のお礼に。まあいいんじゃないやらしときゃ。邪魔にはならんだろうし。うん、いいじゃん。 うん。全然いいと思うけど。<laughs> <laughs> いや、すっごい食べたもんね。何人前よ。よく食べられたね。この子ら。ラジカセでやりゃいいところ、今はこうやってできるからね。いいっすよね。 あんな普通にあんのかなまあでも別に使うことないか USB でつないでね <laughs> 今回一回も出てこなかったですねかなで途中でもちらっと言いましたけどかなはどうやって入るんだろうなでやっぱりオープニングでもここでもほとんどかなが出てこないことに カナが出てこないってことにはさすがにみんな気づいててリアクションとか見てても「いつ来んの?」みたいな「ここでもいないここでもいない」ってまあそれは気になりますよねオープニングではねちょっとあのストーキングみたいな感じでみんなの城ついてきてましたけどあの一瞬しか出ないしねいつ来んだろう 前回の方がよっぽど出てましたよね。割と。うん、でもまあ、それでも一瞬だったな。もうちょっと出てきて、どういうことを。うん。うん。どういう思いでいるのか、もうちょっと知れればよかったよな。やっぱりこれは、ね、前回を見たら、うん、そういう予想はするんでしょうけど、前から知ってるんだろうね、みたいな。で、私も、 1> 第1話をもう一回見返してあこれにうんここにカナいるなーって大体当たりはつけたんですけどなぜ接触をためらってるのかねカナが加入したらオープニングとかエンディングも一部作り直すんですかねこれ前にもねちょっと申し上げましたけどだとしたらなかなか凝ってますよねあそこに1人書き加えればいいんじゃなくて時間割も変えて再構成する形になるからなあーでやっぱりねこれキララ作品だからねキララジャンプとか キララ作品のファンとかキララ作品好きな人はねもう当たり前のようにキララジャンプあって当たり前だと思ってますけどやっぱこういうアニメでなんで女の子が揃ってジャンプするシーンが必ずオープニングとエンディングにあるんだみたいなことは言ってる人いましたねさすがだなと毎回あるってことに気づくっていうねでもまあ前回もまあこの5話までもうずっとそうですけど本当に楽しい作品ですね今回も良かったしあのそのエピソード各エピソードの 合間合間とかその流れの中にできるちょっとした隙間とかにいろんな小ネタが詰め込まれててでそれもいちいち楽しいしキャラ作りが本当にねうんどのキャラもそれぞれいろんな特性を持ってますけどそれぞれのキャラがそれぞれのファンを獲得しそうなそんなねすごくうん生き生きとしたキャラクター作りになっててすごくいいんですよね。もう早速 誰が一番好きとか言ってる人現れ始めましたしまあでもコハネはやっぱ人気ですよねでこれあの前以前にも話しましたけどそのコハネがピンク髪ででヒズメが青い髪でしょだからゆるキャンのあのコンビを思い出したりとかあとコミックガールズのカオスとルキーを思い出したりとかねまああとウキが濃いめに似てるとかねそんな風になんだこの共通性はみたいに言ってる人もいましたね そんなに、うん。第1話から大人気で、他にね、今期のアニメって、ほとんどのリアクターさんがこぞって取り上げるような人気作品もあるし、今期のアニメが新たに作り出したというか、今期のアニメを取り上げることから初めてアニメリアクションを開始したっていうリアクターさんもいるぐらい、今期はすごく人気作品がたくさんあるんですけど、その中では、アニマイエールのリアクションは少ないですか まあでももっと少ない作品もあるからまあ普通うん私が好きなリアクターさんはね意外な人も含めてことごとく取り上げてくれてるんでそれは嬉しいんですけどだからあのまあそういう意味もあるんでダジャレとかね意外とうん動物ネタとか言葉でかかってるのがいまいち伝わんなかったりしてねその辺惜しいですねうんこれは本編見ながらね私もこれは翻訳家永瀬なんだろうなみたいな風に想像しながら見てましたけど 前,前々回かあの私が恋愛相談のコンちゃんだから恋婚って呼ばれてんのかって勘違いした実は伝言って言ってただけっていうあの秋ねさんですけど秋ねさんのその恋の相手が家庭教師だって言ってで家庭教から方法ほ家でうぐいす思い出すみたいな連想するみたいなひづめがそんなネタがあってあこれはどうやって役者いいのと思ったら その、家庭教っていう略し方、家庭教師の略を PT って訳してて、これはパーソナルテューターのことなんですね。家庭教師の略、家庭教を訳すときに PT って訳して、その PT とかけて、なんせだっけ。PT で、PPT t w e e t って言って、ギリ、なんとか、うん、ギリギリ鳥にかけることができたっていうね。ただ、か庭教師家庭教 が PT になって PT とかけて PPT tweet 小鳥の鳴き声にかけてなんとかそこをダジャレとしての体裁を保ったんですがまあこれは苦しかっただろうな翻訳家の人まあなんとかなってよかったですねっていう感じあと字幕見てて気づいたのはあの前回で盛り上げって英語でなんて言うんだろうっていう時にどうこれどう字幕にするのかなと思ったら盛り上げはそのまま日本語でローマ字で 盛り上げって書いてあってでそれをどう英語で言うんだろうっていうセリフの字幕になっててで「盛り上がる」も日本語のままローマ字表記でそれを英語ではチェアラープって言うんだよっていうそんなセリフになってましたね面白いですねまあ字幕とか翻訳ネタだとそんなぐらいですかねあとまあ細かいことですけどまあこれどのアニメでもそうですけど前回チェアリーディングチームのユニフォームを作るとで まあ売ってるやつの値段がこのぐらいですって言って出た瞬間にあれがどのぐらいの相場感の日本円での相場感がある人はすぐに「タッカーと思ったしそうでない人はえとドル換算でどのぐらいみたいなそんな風に一瞬考えるみたいなことがあってまあああいうのでもねそのアニメアニオタとしてのその歴戦の腕が試されるというかああいうところにさっと反応できるとかそういう感 そういう感覚が身についてる人はなかなかこの人アニオタとして馬鹿ゾを踏んでるなっていう感じ日本円の感覚がすぐにわかるっていうまあ19,800円ぐらいでしたっけだから200バックスとかもしくはもうちょっと正確に言うんだったら117バックスぐらいっていうふうにねまあこれは米国以外の人でも US ドルで換算してその大体の高さとかをこんぐらいの感覚かなみたいに予想する感じですね あ,あと、こたつね。こたつはもう、こたつが出る前から、それこたつだろうみたいに言ってる人もいれば、こたつって小羽が言ってもまだ何のことかわかんない人もいたり、いろいろですね。ただ、こたつぐらいになるともうすでに常識なりつつあるな。ゆるキャンでも出てきましたしね。そうかったですね。ゆるキャンの第何話だったっけな ?1 話だったかなのヘアキャンで、部長がこんなテントあったらいいな、みたいに、その、 理想の点と要素を次々上げていくんですけど、それがこたつっていう最終形態にまとまった姿が出てくる前に、それお前が言ってんのこたつじゃねえって言ってるリアクターさんがいて、やはりただものではないと。そんなことがありましたね。ああいうちょっとしたね、日本、うん、日本独特のものとかそういうのもね、アニメ発信で相当海外に浸透してましたね。まあそんな感じでね、あの、ダジャレが多いと、まあ翻訳家の人は頭抱えるし、 それが通じなかったりして惜しかったりして、で、それが通じてないと、今度はコメント欄で教えてくれる人がいて、で、なんだそれみたいな。今度はそれ、それを書くに、コメント欄でまた別の話題が始まったりしてね。まあ、それはそれで面白いんですけど、まあ、今回もいろいろ、うん、ダジャレとか動物ネタとか入ってたんで、これがまたリアクションでどうなったり、それを受けてコメント欄でどんな会話があったりするのか、まあ、そんな意味でも楽しみですけど。 まあ本当に毎回楽しいだけじゃなくて細かいネタが満載でねうん今回もカナー獲得に向けて動くのかとか虎鉄加入でいろいろ力をつけてまた新たなことに調整するのかとかいろいろありましたけど今回は割とまったりしててでお互いの、うん、キャラ自身のことがたくさん出てきたりでそういやそうだったとあの結構専門的な知識が必要というか だんだん専門分野として深みを増しつつあるチアリーディングの用語とか練習方法とかにも割と座学的な要素が多くてね全然知らなかったんでいちいちああそうなのとか思ってうんそうなんだとかなるほどとかいちいち感心しましたけど今そうなってんですねチアリーディングってまあそんなネタもありましたしねこれあとあのチアリーダーは米国では女子の中でも 最初見尾のエリートの象徴みたいな風にひづめが言うシーンがあって、で、北欧系の人だと、本当かみたいな。僕は聞いたことないけど、まあそうなのかもしれないねって、すまんね、よく詳しくなくてみたいなこと言ってたり、あと、他の地域のリアクターさんだと、うん、なんかティピカルな米国のドラマ、US ホームドラマとか、学園ドラマに出てくる、なんか典型的なチアリーダーだったらそういうキャラもいるかもしれないけど、 その成績優秀ってとこまでそんなチアリーダー像に入ってたっけみたいなそんな反応がちらっとありましたねうんでもまあそんな風にいろいろうんチアリーダーっていうものが国によってどういう存在かは違うでしょうし米国のチアリーダー米国のチアリーディング界隈のことについても詳しい人がいたり全然知らない人がいたりしたんで今回この「アニマイエール」第5話で出てきたいろんな知識もいろんな反応を見そうでねうんその辺も楽しみですね、まあ、そんな感じで アニマイエール第5話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。